この後の駅中ミニライブはこちら、あわら温泉を拠点に活動する温泉組の皆さんですよ。楽しい演奏を披露していただきます。お楽しみに。最後にですね、はい、ちょっとお邪魔ってるのポーズというのをしていただきたいんですが、はい、はい、これでですね、いいですか、いきますよ、せーので、はい、お邪魔ってると言っていただけると、はい、あのカメラでお願いします、はい、せーの、お邪魔ってる、ありがとうございました。ソプラニスタの岡本智隆さんでした。ありがとうございました。もう一つ、あの、西田さんって呼びかけていただきたいんですが、私言いますね、はい、それでは続いては駅中ミニライブです。西田さん、全然違うよ。岡本さんの歌声素晴らしい、もう感動しましたね。さあ、駅からもですね、楽しい演奏を披露していただきますよ。今日は温泉組の皆さんです。よろしくお願いします。しっかりババンババンバンバンババンババン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 バそれではですね、真剣に歌っていただきます。真剣によろしくお願いいたします。はい、行きましょう。1、2、3、4。バババババババ。アディバのノー。バババババババ。アディバディバディの。バババババババ。アディバのノー。バババババババ。アディバのノー。いい湯だな。アハハ。いい湯だな。アハハ。湯気が出る。冷てえな、ははは、冷てえな、ははは、ここは福井あわらの湯。バンバンバン、やったか、えばらっさ、バンバンバン、風呂入れよ、ババンババンバンバン、歯に焼けよ、ババンババンバンバン、バカなんて。最後までありがとうございました。今日はですね、あわら温泉を拠点に活動する温泉組の皆さんでした。いや、それにしても楽しくなれる音楽でしたね、うん、うん、本当に陽気になりました。ちょっと疲れてる。これあれでしょ、陸上で100メートルと100メートル2回日本走ったと、日本走ったような曲だということですけれども、今度なんか温泉、あわら温泉がリニューアルするとお聞きしたんですけど。そうです、あわらセントピアっていうね、銭湯、有名な銭湯なんですけどね。あ、こちらですね、はい、こちらの宣伝に来られたということですね。ちょっと紹介してもらってもいいですか。はい、7月7日土曜日にセントピアワラリフレッシュオープンいたします。オープン当日は午後2時から楽しいイベントを企画しています、はい、お風呂の営業時間は午前10時から午後10時まで、7月はお休みなく毎日営業いたします。詳しくはこちらまでお願いします。これ7月7日の七夕にリニューアルすると。はい、そうです。皆さん誰が行っても無料で参加できるんですか。イベントの方は、イベントの方に参加できるということですね、うん、あの陽気な皆さんにはお会いできるんですか。陽気な皆さんは何かこう出演されたりとかするんですか。どうでしょう。お風呂入ってますね。お風呂入ってますからもう番台にいて、中にいて、掃除もしてますバッチリです。ちなみに演奏はしますか。演奏は やります。やりますか。やるというか、PUC やってますから、今週土曜日ね。あ、そうですか、はい、皆さんどうぞね、今日はどうもありがとうございました。温泉組の皆さんでしたよ。ありがとうございました。駅中ミニライブでした。はい、以上駅中ミニライブをお送りしました。続いては日本テレビからカルチャー&スポーツです。さて、ロンドンで金メダルを狙うサッカーのなでしこジャパン、